瞬く間に人の形が崩れ、やがて一体の魔物が現れた。手と髪は無数の蛇の頭、肌は鱗で覆われ、金の瞳がこちらを見られた。かろうじて2本の足で立っているが、とても人間とは呼べる形をしていなかった。久々にこの姿になりました。どこから食べてやりましょうか。悲鳴ごと丸飲みにしてあげましょう。不気味に動く蛇の頭がこちらを凝視する。アキ、どっか隠れてろ。分かった、信じてるよオド兄ちゃん、ルーク兄ちゃん。アキが本棚の奥に隠れたのを見送って剣を抜く。月夜に刀身が光った。ルークも短剣を抜き、いつでも飛び出せる状態だ。その威勢、どこまで続くか見ものですね。では参りましょう。魔物はそういうやいなや飛びかかってきた。無数の蛇の胴体が伸びて襲いかかってくる。てりゃー！噛みつかれる前に剣で吹っ飛ばす。頭は汚い声を上げて散っていったが、すぐに再生してしまった。ルークも何本か頭を切り飛ばしていたが、それも再生していく。チェ、そう簡単にはいかねえか。無駄なこと無駄なこと。魔物の目が怪しく光る。嫌な予感がした。ルーク、あいつの目見るな。あ、くそ、なんだこれ。言うのが遅かった。ルークの足は石になったように動かなくなってしまった。お前、ゴルゴンの類か。厄介だ。その目を見たものを石にするというもんも、こいつはそのものではないようだが、力の一端を使えるらしい。動けないルークに蛇が襲いかかる。それらを一掃し、距離を置く。とにかく目が厄介だ。目を合わせないようにすると、次にどこに攻撃が来るか予想しにくい。蛇の牙がかすめていく。致命傷ではないが、厄介なことに変わりはない。切っても切っても復活してくる蛇。動けなくなってしまう馬が、圧倒的に向こうが有利だ。ふとあることに気づく。魔物が剣を直視していないのだ。俺の目を見て動きを読むのはわかるが、それでも剣の方だって少しくらいは見ていいはずだ。それなのに全然見ていない。まるで見るのを嫌がっている。こいつの弱点はもしかして。あなたも石にして差し上げましょう。魔物の目が再び怪しく光り出す。今だ。その輝きは冬の星、寒さの氷土より来たる刃、コールドランス。魔物と俺の間に巨大な氷の柱ができる。俺と魔物を遮った。それは魔物には当たっていない。一体どこを狙って、はじめから、この魔法は魔物を貫くためには使っていない。外したのはわざとだ。狙ったのはそこじゃない。おのれおのれ、貴様、なぜわかった、なぜ。魔物の足は石のように固まっていた。うるさくわめく口だけが達者に動いている。魔物は剣を直視しないようにしていた。己を見ることを避けていた。それはつまり、己の目の力が自身にも適用されるのではないか。それが真実なら、氷の柱に映った自分の姿を見て石化するはず。思った通り、魔物は動けない。剣を振りかぶって魔物に切りかかる。汚い声を上げて魔物は床に伏す。ロザリオが割れた。れおのれ貴様、くそ、再生が追いつかないだと。まさかああ、そのマナの輝き、その忌々しい羽のごとき形、お前が勇者だな。おのれおのれ小賢しい勇者ごときが魔王様から力を賜った私に。だからなんだって言うんだ。魔物にとどめを刺す。うるさい叫び声が消え、魔物の体は塵となって消えた。あたりが静まる。時間が止まったようだった。